ジェドルームホイヤーは MLB のシカゴカブスのゼネラルマネージャー。ニューハンプシャー州グラフトン郡プリマス生まれ。28歳でボストンレッドソックスのフロント入りするまでは大学の事務局で働きながら大学の野球のコーチなどをするなどしていた。2002年にレッドソックスのフロント入りすると GM であるセオ、エプスタインの下で働き始める。2005年オフ。 エプスタインが一時レッドソックスを離れた際には、ベンチ・リントンと二人体制の共同 GM に任命された。2009年オフには、サンディエゴ・パドレスの GM に就任した。エイドリアン・ゴンザレスのレッドソックスへのトレードなどをまとめ、パドレスの再建に着手していたが、2011年オフに、レッドソックス時代の上司であるエプスタインが、シカゴ・カブスの野球部門の社長に就任したのに伴い、 引き抜かれる形でカブスの GM に就任した。カブスの GM に就任後はエプスタイニア共にパドレスから移籍したアマチュアの発掘や選手の育成部門担当のジェイソン・マクロードらと共に打者中心のプロスペクト発掘、育成によるチーム再建を行い、2016年にカブス108年ぶりのワールドチャンピオンとなるチームを作り上げた。ありがとうございます。